はい、皆さんこんにちは。すごいソフトができました。チャット GPT の GPTs のソフトです。もうこれでレッスンの仕事というのは全く形態を変えるということができそうです。もう革命と言ってもいいと思います。じゃあ早速見てください。最初の画面はこんな感じで、まだ今は仮称ということですけれども、 DAW の知識のこっそり学習ソフトということで、自分の DAW の知識は模擬試験ができちゃいますということで、このソフトは画面の下のところにスターターボタンありますから、これをやって始めます。今日はここで現場でやるのではなくて、先ほどテストにやったチャットをお見せしながら説明をさせていただきます。スタートボタンを押すと DAW 学習問題スタート、ここを押して始めますと1行目になっています。次は GPT の方が回答をしました。了解しました。学習問題のスタートです。まずはお使いの DAW の種類とご自身のスキル初級中級上級を教えてください。それに基づいて問題を出します。ということで、Studio One 初級というふうに僕は回答をしました。ですから初級の問題をやっていきます。第1問です。一般知識というふうになっています。Studio One でプロジェクトを新規作成する際、どのような手順を踏むべきですか？具体的なステップを説明してください。この問題に答えた後に次の問題に進みます。回答をお待ちしています。ということで、次は僕が回答しました。新規のプラスボタンから始め、最初は日付と名前のファイルがデフォルト、変えてもよし、サンプリングレートなどを設定して新規プロジェクトを始めるというふうにしました。そうすると評価として、新規プロジェクトの作成方法についての基本的な手順は理解していることがわかります。プロジェクトの名前設定、サンプリングレート設定にも触れており、初級者としての適切な知識があります。この問題につきましては8点をつけさせていただきます。厳しいなぁ。ちょっと甘めに評価するようにはインストラクションをやってあるんですけれども、それでも厳しいです。問題2。次は操作方法についてです。スタジオ1でトラックにオーディオファイルをインポートする方法を説明してください。僕の回答です。ドラッグ&ドロップでファイルエキスプローラーから持ってきますが、タイムストレッチを確認しておかないと自分の意図と違う場合があるので気をつけます。またトラックのどの位置に配置するかも重要です。はい、その評価です。ドラッグ&ドロップを使ったファイルのインポート方法を把握しています。タイムストレッチの確認という重要なポイントにも触れており、トラブル回避の意識があることがわかります。トラック上でのファイル配置の重要性にも言及しており、実用的な知識があることが伺えます。この問題については9点です。ちくしょうって感じですよね。じゃあ3問目。今度はオーディオの知識です。スタジオ1内でオーディオトラックのボリュームを調整する方法について説明してください。僕の回答、トラックのボリュームフェイダー、コンソールのボリュームフェイダー、チャンネルのゲイン、リージョンでのゲイン操作などいろいろな箇所があります。評価です。トラックのボリュームフェイダー、コントロールのフェイダー、チャンネルゲイン、リージョンゲインの操作について言及し、複数の方法を把握していることがわかります。ボリューム調整のための要用なオプションを理解しており、適切な操作方法に関する知識があります。この問題については10点をつけさせていただきます。はい、次の問題4は MIDI の知識です。スタジオ1で MIDI トラックを作成し、バーチャルインストゥルメントを読み込む基本的な手順を説明してください。はい、僕の回答。インストゥルメントトラックを作成し、右のブラウザーからトラックにドロップ&ドロップも可能ですが、直接プラグインをアレンジエリアに D&D しても開始できます。インストゥルメントの作成とブラウザからのドラッグ&ドロップによるインストゥルメントの読み込み方法を把握しています。アレンジエリアへの直接的なドラッグ&ドロップによるインストゥルメントの読み込みにも言及しており、複数の方法についての知識があります。この問題に対しては10点をつけさせていただきます。やりました。次、第5問です。プラグイン知識。Studio One において、サードパーティーのプラグインをインストールし、利用するための基本的な手順を説明してください。僕の回答です。各メーカーによって若干異なりますが、インストーラーや専用インストールマネージャーなどがあります。VST および VST3 の場所を気をつける必要があり、システム設定でロケーションが設定されている必要があります。評価です。プラグインのインストーラーや専用インストールマネージアを使用することに触れ、インストール方法に関する一般的な理解があります。VST および VST3 のロケーション設定の重要性に言及しており、システム設定でロケーション設定の必要性を理解しています。この問題に対しては8点をつけさせていただきます。まあ、なかなか難しいね。第6問。一般知識です。Studio One においてマルチトラックレコーディングを設定する基本的な手順を説明してください。僕の回答、各オーディオトラックの録音スイッチをオンにし、通常は希望のクリックとプリカウントを設定し、録音を始めます。録音は点キーのアスタリスクで始めると慌てないでできます。マウスクリックでは慌てる時があります。評価です。各オーディオトラックの録音スイッチをオンにする必要について理解しています。クリックトラックとプリアカウントの設定を言及し、準備の重要性を認識しています。点キーのアスタリスクを使用した録音開始方法を知っており、実践的な操作テクニックを持っています。この問題については9点をつけさせていただきます。まだあかんか。次、問題7です。操作方法。Studio One でのオーディオトラックのミキシングにおいて、イコライザーを使用する基本的な方法を説明してください。回答をお待ちしています。はい、僕の回答。トラックに EQ プラグインをインサートします。バイパススイッチが外れていないかを気をつけます。はい、評価です。トラックにイコライザープラグインをインサートする基本手順を理解しています。バイパススイッチの状態に気をつける必要に言及し、実践的な注意点についても把握しています。この問題については8点をつけさせていただきます。問題8です。オーディオの知識です。Studio One 内でサイドチェーン圧縮を設定する基本的な手順を説明してください。僕の回答、サイドチェーンを許可しているプラグインとそうでないものがあります。サイドチェーンはかけられた方には鮮度が自動的に設定されます。はい、評価。サイドチェーンを許可しているプラグインとそうでないものの区別について理解しています。サイドチェーンが設定される際、自動的に鮮度が設定されることを把握しており、実用的な操作知識を有しています。この問題については8点です。問題9、MIDI の知識についてです。Studio One において MIDI データの量子化を行う基本的な手順を説明してください。量子化という言葉自体がわかりません。量子化に関する知識が不足していることがわかります。これはMIDI編集において重要な概念ですので、学習の際は特に注意していただくと良いでしょう。ということで、この問題は0点になりました。悲しいです。そうしてる間にですね、僕はもう一度回答をした方がいいのか、そういうふうに思って回答をしていたら、もう次の問題が起こっておりまして、次の問題はリバーブプラグインのことなのに、それなのに僕は MIDI の量子化についての回答をしていました。この回答がですね、全然間違った状態でしたので、これも0点になりました。さあ、総合評価です。合計点数は61点。一般知識操作方法オーディオ知識に関しては、優れた理解を示しています。MIDI とプラグイン知識については、特に量子化やリバーブプラグインの使用方法などの点で学習が必要です。まあこれはちょっとだけ許してほしいところがありますよね。次に出題内容から各カテゴリーのスコアをクモの巣グラフに反映させて視覚的に理解のレベルを表示します。グラフの作成を行いますので少々お待ちください。で、ちょっとここで文字化けのようになっていますよね。これは漢字があったからなんで、今はもう修正を加えています。一番ラストの方ですね。クモの巣グラフが完成しました。このグラフは、Studio One に関するあなたの知識のスキルレベルを視覚的に示しています。各カテゴリーのところは、その領域における知識や技術が高いことを示します。一般知識、操作方法、オーディオ知識においては、良好なスコアを有しています。一方で、MIDI とプラグイン知識については、今後の学習で重点を置くべき分野となっています。ということですが、このグラフ、先ほどの8点とか10点とか、いろいろありましたよね。それでなってるだけではないんです。これはですね、ちゃんとユーザーが回答した文章、これによって理解度というのをもっと詳しく AI に調査してもらって割り出してもらっています。ですから単に8点とか7点とかそういうのでクモの巣のグラフができているんではなくて、文字で回答した回答の内容も把握してこのグラフはできている。今日は端折ってお話をしましたが、どうですか？これがいつでもそばにあったら自分で自己学習をすることもできます。もちろん問題はランダムで多岐にわたりまして、そして自分のレベルに合わせて問題を出してくれます。でも初級でも案外難しかったですよね。このようにして知識を高めていくということができますし、僕のようにレッスンをしている人間にとってはですね、こういうのを自主学習にも使ってもらえるということもありますので、これをこれからもどんどんブラッシュアップしていって、皆さんに使ってもらえるようなものに仕上げていきたいと思っています。今日はご視聴ありがとうございました。次の回では目の前で実践をやりながら、そしてその動画を皆さんにお披露目していきたいと思っています。今日はご視聴ありがとうございました。またねー。